合田を離れ陸に失火。どんな影が刺さぬよう患者を放ち諸国を巡る。数えた塚は300余り、絶えぬ煙、はぜる炎、焼き打ちされて朽ちた里。あやめは今ここにいる。世は戦国、焼かれる里などあまたある。道中さじだと過ぎる気が魔の子に捕らえた亡骸は忍び忍びまた忍び、直感あるいは胸騒ぎか分からぬままにせき立てられて、あやめは里のただ中へ。悪いね。これも棟梁の命令なんだ。黒屋、ここを襲った奴らの名前かい？生き残りか。だったらどうした？どうせあたいじゃないって言っても信じないんだろ。いいよ、かかってきな。黒屋って何？聞き覚えは？知らないね。会っても教えるもんか。なんで殺さない？殺す理由がないからさ。こう見えて結構忙しい身でね。続きは今度会った時にしとくれよ。バカにして。Thank you.
しょ、ちくしょー。敗北、友とのお別れ、残された者は復讐の道、凛は決意する。次回、天誅紅、巣立ち、世の悪は紅に散れ。